いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年式 BMW ミニからミニクーパー S5 ドアをご紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに飛び石と線傷が、左フロントドアエッジに傷が、右フロントドアには線傷が見受けられます。2014年にフルモデルチェンジしたお車です。デザインは一新されましたが、しっかりとミニらしさは健在したデザインになっております。外装色はオプションカラーのエレクトリックブルー、内装色はブラックファブリックを採用しております。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックは2リッター直列4気筒ターボチャージャーを装備しており、最高出力は192馬力を発揮します。足元にはオプションの OZ 17インチアルミホイールを装備し、スポーティーさが増したお車となりました。またタイヤの山に関しましては前後2山程度となっております。続きましてトランクスペースのご紹介です。トランクは手動での開閉となります。深めの荷物スペースが用意され、さまざまな荷物に対応が可能です。また後席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアの紹介です。ブラックファブリックシートを採用しております。ファブリックシートは耐久性に優れていますので、お子様がいるご家庭にもおすすめできる1台です。ステアリングは3本スポークのデザインを採用しております。ナビゲーションは純正 HDD ナビを装備しております。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトです。続きまして後部座席です。5ドアモデルは全長が3ドアモデルよりも拡大され、後部座席に乗車されても足元がゆったりとしております。後部座席に関しましても目立った傷等なく綺麗な状態を保っております。合わせて気になる車内の匂いですが、おタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデルBMW ミニよりミニクーパー S5 ドアをご紹介させていただきました。外装面に若干の傷はございますが、走行距離約9000キロとまだまだお楽しみいただける1台です。新車保証も2018年12月まで残っていますので、安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。